ティクタクコラボしてましたよね。あ、そうです。ステイシーさんとドリームキャッチャーさんと一緒に踊らせていただきました。見ましたよ。でもなんか超直前に覚えました。そうですよね。もうなんかあんな時間ないのか。しかも一発撮り直し確かなくて、あちらの方もそう、なんかもうさ、あのなんか TikTok でコラボするやつとかよく見かけるけど、はい、うんうん、あ、こういう感じで撮ってたんだみんなとか思った。大体一発なんですかね、うん、なんか皆さんご挨拶して、じゃあ撮りましょうっつったら、ね、撮ってありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと大丈夫かなみたいな全然踊れてなかった、大丈夫かなとか思いながら、そうそうそう、感動かな、なんかパーッとこパー、あ、停電力もですね。あ、そうしよう、ない諦めます。大丈夫、めっちゃ緊張しそう、確かにね、うんうん、そう、あの桜ポーズを一緒にやっていただきたくて、うん、それを韓国語で言うみたいなの、うわむずいなあ、韓国語になってください。でもやっぱ皆さん英語すごかったです、うん、みんな英語で過ごしてた。一回さ、あのトロフィー受賞させていただいて、うん、こう裏にはけてそのまま、うんうん、そしたらなんかインタビュー、この後ちょっとインタビューしてお写真撮るよみたいなのを、うん、なんか多分スタッフさんに言われてた、言われますけどね、はけてみんなで、それがその全部英語でみんな、そしたらなんかキャプテンを連れてこいみたいな言われちゃって、そう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 、キャプテンこの子です、この人なんですけど、松田にも出てきて、松もさ、だから中断聞きました、ありがとうございます。でもそのあれだよね、分かってたよね、ちゃんと頑張りました。でもそこでなんか実感しましたね。私もっと喋れた。めっちゃその、あのスタッフの方の近くいたけども、うんうん、何もわかんないから、もうちょっとこっちにゆずいて。Yes! Yes! 聞いて！なんか、本当マジ。英語本当できた方がいいなと思いました。ゆず呼びましたもん、私は。